名古屋市千種区にある東山新池に50人近い大人が胴長、ライフジャケット、そして長い棒を装備して池の中へ。目的は池にはびこった睡蓮を抜くこと。石管みたいにさ、そこら辺に根を張ってる。記者も軽い気持ちで参加させてもらうと、重っ、絡まりすぎてて取れないですね。想像以上の重労働。つま先を睡蓮の茎の下に入れて浮かせ引き上げるのがコツですが、複雑に絡み合い、しかもとても重く、なかなかうまくいきません。ぐちぐちちぎるっちゃう。シャツを濡らしながら抜く男性も。ここでさらなる問題が発生。水面から匂いが、ガスみたいなのが出てるから、これ絶対臭いよ。落ち葉や死骸が分解されたガスが放出され、この匂いが強烈。参加者を苦しめます。取れました。1メートルぐらい。記者も抜くことに成功。ところで、綺麗な花を咲かせる睡蓮をなぜ抜こうというのでしょうか。水面に葉っぱがすごい広がると、池の中の水が、酸素が不足してしまうということになってしまうので、生き物が減っていく。実はこの睡蓮はヨーロッパや北アメリカを原産とする外来種。成長が早く、放置すると茎や葉が池全体を覆ってしまうのです。すると葉が太陽の光を遮り、他の植物が光合成できず、水中の酸素が減少、結果在来種が死んでしまうなど、生態系に悪影響を及ぼすのです。そんな睡蓮を懸命に抜くことおよそ1時間。かなりの量を抜きましたが、池全体の1割にも満たないそう。しかし今後も睡蓮を抜いていくといいます。頑張れました。明日多分筋肉痛だと思います。やってみて思ったよりすごく大変でした。私のキック力だとなかなか取れなかったんですけど、どうにか頑張って少しだけお力になれたと思います。それぞれ池ごとに状況が違うと思うので、その問題をちょっとずつ我々がクローズアップして、周りの方々に認知してもらえるような、そういう取り組みの一つになればなとは思います。